あれね、核サミットも終わって、そうですね、で、はい、私はね、もう、安倍総理がね、はい、オランダにね、疲れた、その日のうちにね、はい、アンネの日記の記念館に行かれて、あれよかったと思うよ。そうですね、封じましたね、うん、あれでね、25日のね、米日韓の会談でね、はいはい、パクさんがね、下向いてたっていうのが、なんとなくわかる気がした。ね、どうだったんですか、ヨーロッパ の、そのパクネという人物。なんだって、そんなんかいなかったんじゃないの、存在感がない。だって、もう、告げ口外交なんかだって、もう見え見えだったからね、前の。いや、そう思いますよ、だって。そしてまた日本の悪口言うに来たってね、もう聞いてやらないよって感じね。だって基本はね、もう70年前ドイツだってもうそんな昔の話蒸し返されたくないでしょ。そうそう、でね、もうムッとするわけよ、そういうことやられると。ね、ドイツだけは反省したとか言って、どちらもドイツだけじゃなくってね、ヨーロッパ中がね、あの頃いろんなドイツに味方したりしてたんだから、みんなね、肩払いたいのにね、そんなのね、またね、持ってきてもらったって、俺たち知らないんだってって、昔で済んだって、何今頃って感じよね。まあそうでしょうね。それともう一つはあれでしょ、こういうものを持ち返すってのは結局はお金をもらいたいっていうことでしょ。ね、それが分かってるんでしょ、みんなヨーロッパの人。そうそう、もうそれはね、なんだ、金が欲しいんでしょって感じ。じゃあお宅の経済どうなってんのって、うん、もうその辺はみんな調べてるからね。だから見え見えなのに、それをだ、あんまり、まあもともとね、外交がうまいとかそんなレベルの話じゃないけども、あ、そんな状態だったんですか、やっぱり。そうよ。